お疲れ様です。お疲れ様です。今チーム状況、後半戦入ってここまで、まあ、勝利がないというところですけども、どのように感じてますか？まあ、試合の内容的には、みんなハードワークして戦っていると思うんですけど、まあ、先制点も取れて優位に運べているっていうのもあるんですけど、やっぱ最後のラスト15分のところとかで追いつかれたり逆転されたりしてしまっているので、まあ、そこを、まあ、チーム全体感じていると思うので、チーム全体で、まあ、途中から出る選手とか、まあ、頭で出る選手とか全員が必死になって戦えば、まあ、もうあと一歩っていうところなので、そこを突き詰めて全員でやっていきたいと感じています。坂本選手、この2試合、まあ、ベンチで試合を見ていることになってますけども、そのベンチから見たチーム、どのように感じましたか？そうですね、やっぱりいい時っていうのはみんなが前からプレス行って、そこからショートカウンターだったり前に早く行ったりっていうのができていると、やっぱチームのリズムもできているんで、あまり内が引きすぎたり守りに入ってしまうと相手のいいようにされているっていうのが外から見た印象なので、まあ、もう一度今週の練習でもみんなハードワークをテーマにやっていると思うので、それを表現できたら、勝ちはつながってるかな、来るかなとは思います。坂本選手、まあ、これまでの経験したポジションの中でディフェンダーもされてますし、フォワードで、過去得点になったこともあります。そのあたり、こう前も後ろもできるご自身としてのこれからの、まあ、役割、自分 としてどういったところで、活躍したいかというのは改めてどのように感じますか？まあ、そうですね、今は、ベンチで温めている時が多いので、まあ、どちらかというとそうだったら前で、ラスト15分とかで起点になって得点っていうのも自分の、まあ、特徴でもあるので、まあ、しっかり準備して、まあ、できることを準備して試合に備えたいとは感じています。まあ、もうシーズンが残り12試合となってしまいました。目標とする J3 昇格というところ後がない状況になってきてますけども、まあ、ここから残りのシーズン、チームとしてどのように戦っていきたいか最後にお願いします。やっぱり自分たちの持ち味である、ハードワークであったり、ボールを刈り取ってそこからのシンプルな速い攻撃っていうのを、表現していけば、まだまだ、J3 昇格もできると思うので、そこを突き詰めて、全員で戦いたいと思います。